皆さん、おかえりなさい。牛久の情報をインターネットで手探りに発信、チャミオ司会、チャミオ TV 司会の牛久大好きチャミオです。はい、そして、はい、金曜日レギュラー劇団スペースクラ代表のナジコです。ナジコ団長です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんかね、ちょっと仕事上がりでね、カッパ学園の収録でもあるんですか。そうですね、カッパ学園のスーツも全く同じですね。いやまあそんなこんなですね、はいはいはい、始まりました、チャミオ TV、平日毎日1時間18時45分から19時45分まで1時間の生放送ですね、はい、Sカードプラザ特設スタジオで配信しておりますけれども、はい、もう皆さんね、Sカードすごいあれじゃないですか。さっきすごいね、一気にみんな帰っていたね、お帰りなさいって。しかもね、クリスマスなんですよ、もう完璧にね、ムードはクリスマス、クリスマスか稀勢の里かっていう、本当ね、すごいよねこのね、こっちクリスマス、こっち稀勢の里みたいな。今12月といったらクリスマス、稀勢の里、もしくはまあ、チラ見えですけれども、早速始まりました、本日11月の15日、第359回目のチャミオ TV でございます。来てますね、回数重ねております。ね、もうちょっとで400回、まあ、全然もうちょっとじゃないですけど、あと2ヶ月後ぐらいには200回、400回迎えますので、はい、ぜひ疲れてるの大丈夫。あのね、のっけからなんかすごいことなってる。慌ただしいんですね。そうね、はい、まあでも早速始めていきたいと思います、はい、本日のラインナップご紹介する前に、特別ゲストさんが今日もいらっしゃってるということで、はい、今日はですね、なんと、はい、こちらね、さっきからチラチラ私が出しましたけれども、まあ、12月に素敵なイベントが開催されるんですよ。その名もブリリアントビル牛久なんですけれども、はい、本日は牛久市の商工会の青年部の伊藤部長に、はい、登場していただきまーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかえりなさい。はい、おかえりなさい。ちょっとすいません、横丁の方にちょっと着席いただいて、ちゃんとね、隠れていただいて、はい、まあ、ちょっと今日ブリアンとこはちょっとね、もう至る所にポスター貼ってますけども、はい、ちょっといろいろと教えていただけると嬉しいので、はい、よろしくお願いします。伊藤部長のお仕事プラスアルファでブリアントコンをちょっとご紹介していきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。この後ね、よろしくお願いします。この後牛乳という牛久のニュースご紹介した後に、一回 CM 挟みまして、活発タイムということで、まあ、いろいろとね、素敵なイベント情報だったり、ね、お仕事についてを、探っていきたいと思いますので、皆さん最後までぜひぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。婚活女子的にはね、なんかすごい婚活女子的にはすごいね、気になる感じなので、ね、ぜひ参加してください、って感じですけども、ね、はい、早速ですね、参りましょうか、はい、一番最初のコーナー、牛乳でございます。よいしょ、よいしょ。本日もですね、チャンミオ TV 調査班から牛久の取れたての牛乳が届いておりますので、ほいほいほい、はい、じゃん、インテリですね。インテリですね。でもちょっと今日完全にズラが金髪だったら完全同じじゃない。いいよいいよ。じゃあ早速始めていきたいと思います、はい、まず一つ目の牛乳はですね、牛久市のホームページでございます。ほいほい、栄町保育園スイートポテト作りということで、なんかすごい美味しそうな話題が届いておりますので、そちらを早速ご紹介していきたいと思います。ほい、11月の7日にですね、木曜日、栄町保育園の山組、こちらは年長さんなんですけれども、保育園の畑でさつまいもを掘ってスイートポテトを作ったそうです。お写真ございますので、そちらをね、紹介したいと思うんですけれども、美味しそうなお写真がじゃ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 ん、こちらですね、どん、見えます。なるほどね、美味しくなる手前ね、これね。そうでね、これ今作るところ、こねこねしながら、でも楽しいよね、きっとね、こうモニモニしながら、おいしいのを作って、おうおうおう、まあ、畑で収穫したお芋の大きさにびっくりしたりとか、お栄養士さんのお話を聞いて調理したりとか、そしてね、出来上がりをこういただきますと、みんなで食べたりとかいうね、まあ、てんこ盛りな一日だったそうです。なるほどなるほど。自分で作ったデザートに大満足の子供たちでしたという、そんなね、話題をご紹介しましたけれども、さつまいも掘りから、ね、さつまいものスイートポテト作り、皆さん頑張りましたか。その甲斐もあって、とても美味しく出来上がったようなんですが、皆さん、芋掘りをやったことがある人、せーの、じゃん、えっ、ちょっと
ありますよね。ちょっと記憶にないですね。あ、小学校とかでないですか？ちっちゃい、あったかな。小学校幼稚園かな。もう植えてから、植えてすらに畑ありませんでした、小学校。わかりません、はい。あ、はい、じゃあ、いや、ありましたよね。ありました、ありましたね、畑で芋を掘って。でもその時私はね、あのコフキ芋とかそういうの作りました。おしゃれなスイートポテト作らなかった。私何作ったの、豚汁とか作った気がするな。さつまいもで。さつまいもで。ちょっと間違ってんじゃない。本当でも掘ったやつやったの。え、でもじゃがいも掘りしたの。何やってんの。じゃあまあというわけでですね、はい、まあこうね、焼き芋をね、うん、作ったりとかしながら、焼き芋じゃないスイートポテト作ったりとか、うん、そういうね楽しいことやっていたという、うん、そんな栄町保育園の、可愛らしい子供たちの話題をご紹介しました。続いてでございます。続いてはですね、牛久市の、候補牛久さんからのご紹介です。牛久市環境美化の日というですね、まあ、こちらもイベントのニュースでございますけども紹介していきますね。牛久市では環境美化意識の向上及び地域の環境美化維持を目的として11月の第3日曜日を牛久市環境美化の日に設定しているということなんですけれども、知ってました皆さん。その自然滑らかになすの。残念。あ、だめだめ。まずいですね。まあでもそう設定しているらしいんですね。なるほど。今日知りました。今日からも皆さん知ってください、うん、はい。快適な生活環境を確保するために牛久市内全域の清掃活動を実施するということで、牛久市民の皆さんものご協力をよろしく。あ、おかえんなさーい。おかえんなさーい。かわいらしい。大きくなったなーっていうね。いろいろありましたね。はい、でですね、まあ、市民の皆さんのご協力よろしくお願いしますってことなんですけども、もうちょっと詳しく紹介しますね。11月の17日の日曜日午前8時から小雨結構、雨天の時は翌週となりますということでございます。場所は市内の全域で、どんなことをやるのかというと、地域内の道路、公園、そして水辺などの公共の場所やその周辺の清掃活動を実施するということです。こちらね、お問い合わせ先につきましては、廃棄物対策課さんにご連絡いただけると助かります。なるほど。まあでもちょっと気になる話題でございましたけども、ここでお写真あったのかな。写真ありますので写真ご紹介しましょうね。こちらでございます。じゃ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 ん。はい、ね、みんな、まあ、みんなでこうお掃除する感じなんですけれども、11月の第3日曜日、17日は牛久市環境美化の日です、皆さんもぜひご参加くださいということなんですけども、調査班からちゃんみょうも参加でしょと書いてありますけど、そうですね。そうですね、先生とね、そこら辺に落ちてるゴミ拾いをしていきたいと思います。ゴミゼロの街ですか ね、はい、頑張ります。頑張りましょう。そしてですね、同じく11月の第3日曜日といえば何だか分かりますか。第3、正直ですね。正直ですね。正直ですね。ですね、実は家族の日というのがございます、これはですね、あの地域で子育てを支援していこうというですね、まあ、地域が一つの家族だよというような日なんですけれども、まあね、そんな素敵な日があるということで、まあ、家族の日、環境美化の日と、そしてみんなの幸せ見本市というのがね、盛りだくさんの日曜日になるかと思いますので、皆さんぜひぜひね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。で、今触れた家族の日については一番最後にちょっとご紹介したいと思いますので、はい、じゃあ次のニュースいきましょう。いよ、次でございます。続いては3つ目の牛には何かというと、ブリアントコン、これちょっと来たんじゃないですか。来ました。ブリアントコン来ました。ブリアントコンについてはですね、これ何に載ってたのかというと、エリート情報さんからの記事でございますね。ブリアントコン参加者を募集と。ほうほうほう。12月の7日にブリアントビー牛久の初日に開催するというこちらのイベントなんですけれども、だいぶ気になりますよね。婚活女子、婚活女子かなり気になります。じゃあ早速ご紹介しましょうね、12月の7日の土曜日、牛久駅の周辺で第1回牛久町コン、第1回の町コンなんですね、の、ブリアントコンというのが開催されます。でこれはね、牛久駅の周辺をイルミネーションで彩るブリアントビル牛久が例年、まあ、年末年始に行っているものなんですけども、その中でも今回12月7日から2月16日までがブリアントビル牛久なんですけれども、その初日に今年初めてブリアントビルコン、ブリアントコンというのが開催されるということなんですね。初の試みということですね、はい、だって200対200ですよ。いや相当200は出会えるってことだね。200と出会えるってことです。そうです。そうでもないですね。そうでもない、まあ、頑張れば
出会います。頑張れば200近くと出会います。いろんなお店を回りますんで。なるほどなるほど。いろんなお店というとですね、ちょっと出てきました、はい、なんと牛久市内の11店舗の協力店で開催されるということなんですね、はい、なるほど。でその中で参加する、まあ、私だったりのじこは、うん、2店舗選んで訪ねる。これってのは選べるんですか？決まってるんですか？多分、うん、こっちで振り分けちゃうと思います。あなたはここにいてくださいよ、はい、じゃあもう運命なわけですね、出会う人は。そうですね、はい、あ気になるな。でですね、どんなお店が協力してくれるのかというと、うん、まあ、杉浦さんとかね、串焼きの杉浦さんとか、リピカさんとかね、太工房さんとか、我が家さんとか、あと、牛久シャトー神谷さんとか、ダイニング京屋さんとか、インフィニティウェーブさん、楽天さんとか、お寿司の小林さんとか、ガンテツさん、ジンさん、フリースタイルジンさん、ゴーヤさんですね。ゴーヤさん、失礼しました。京屋さんって呼んでますね。失礼しました。漢字がちょっと弱いな。はい、というですね、はいはい、11店舗さんが、うん、今回の協力店ということなのですけれども、14時半から各店で受付をして、15時に1店舗目がスタート。ちょっと早めに開催ですよね。そうですね、はい、これは何か意図があるんですか？一応3時に開始まして、うんうん、で1時間ぐらいなのかな、うん、まあ、第一会場で、うん、まあ、いろいろお話ししていただいて、次に移って6時から点灯式になりますんで、はい、うん、そこで皆さん集まっていただいて、なるほどなるほど、またその後いろいろですね。なるほど。じゃあ3店舗は目は自分たちで決めてくださいみたいな。もうそこでもう一斉に返すと。え、どこ行く3店舗も。早くね、それ決めるの早くね。いやでも3店舗目も自由に連れ、ね、歩いていいですか、気の合った人と。なるほど、なるほど。もしかしたら女子だけかもしれない。そういうマイナス子やめよう。プラス子でか、プラス子。そうだね。プラス子でか。はい、頑張って。いやでしたな、動揺しちゃった。動揺しちゃった。はい、まあでですね、そうなんです、うん、先ほどもね、お話いただきましたが、席替えが2回、うん、各20分。16時に1店舗目を終了して、16時半に2店舗目、うん、そして17時半にまた2店舗目を、そうだね、17時半で全部で、じゃ1時間1時間で2店舗になるんですよ。そうですね。あ、で席替えもするんだ中で。そう、中で、1回かな2回かな、2回席替えをして、じゃあいろいろ出会いの場を増やしていただきたいなと。なるほど。席替えって席替えします。いいですね。合コンらしいですね。それも 200×200 の規模の中で行われるものですからね、なかなか体験できないね。おー、あ、コメント来てます。かずちゃん、おかえりなさい。ブリアントさん、周りでも結構話題になってますね、書かれてますけれども。私もフェイスブックで見てすごい気になったんですよ、これ。私もね、フェイスブックで見て気になったんですよ。ぜひ参加してください。いやでも200、この200人っていうのは、はい、誰が来てもいいんですか？一応、2名で1組なんですけど、うん、はい、その片方の方は独身で、うん、で、連れの方は既婚者でも構わないです。え、ちょっと待ってください。もしかしたらいいと思った既婚者かもしれない。かもしれない。可能性はね。それダメでしょ。一応確認してから。そうですね、ちゃんと既婚者の人に指輪してきてくださいね。私は参加してるだけで、そういう気はないです。印を必要してくれないと困りますよ。ね、いいなと思ったらね、返し持ちで。ガチで参加してますからね。もう気持ちはね、もう参加してるの。前乗りする。前乗ってますから。前乗ってますよ。はい、はい、で、参加費、男性が6000円、うん、女性が3000円。なるほど。いいですね、この価格設定も。女性に優しく。女性に優しい。行きやすいですね、これ。いいですね。婚活女子に優しいですよ。2店舗巡れますからね。いいですね。いいですね。いいですね。それで主催はブリアントビル牛久実行委員会さん、うん、で公演が牛久市観光協会さんと牛久市商工会さんということなんですけども、これブリアントビル牛久実行委員会さんっていうのは、はい、一体どんな方が実行委員会さんなんですか？実行委員会、私も実行委員なんですけども、いろんな方がやってます。まあ我々青年部もそうですし、あとはいろいろです。いろいろ。いろいろですね。いろいろです。すみません。ということでございます。はい。なるほどね。あ、こっちじゃない、ね。あ、こっちじゃないですね。すみません。いろんな方が、協力していただいて。はい。まあ、素晴らしい。はい。いや、これは今もう待ってましたの、ね、イベントですから。待ってました。本当ですよ。本当ですよ。ぜひぜひ。はい。ということなので。まあ、でも
注意点として、あの既婚者の人は必ず指輪をしてくるよ。はい、ということでチャミヨ TV としてはね、チャミヨ TV 的にはそこはあの、ね、ちょっと注意点、はい、TV としてはチャミヨ的にはね、チャミヨ的にはね、のじくチャミヨ的にはね、既婚者はあの本気のなってしまう場合があるので、ちゃんと危険ですか、危険ですからね、危ないです、危ないですよね、そうダメです、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 婚活、婚活女子です、婚者同士は既婚者同士で、うん、仲良くお話ししてください、私に関係ないところなので、それはもうどうでもいいです、どうでもいいでしょ、どうでもいいですね、でも、まあみんなでワイワイできるっていうのが魅力ですよね、うん、はい、はい、ということなので、ブリアントコン、ぜひ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 要チェックでございます、はい、詳しくはあの、うん、Facebook、まね、ホームページもできてますもんね、そうですね、はい、なのでそちらをチェックしていただければと思います、うん、じゃあ続いての牛乳に参りましょう、はいよ、続いてはですね、小中学校からのお便りということで、あ、おかえりなさーい、おかえりなさい、こちらですね、牛久市の教育委員会さんにご提供いただいております、うん、記事ご紹介していきましょう、うん、まず一つ目、牛久第二小学校、そしてね、次が向大小学校、そして次が神谷小学校の記事なんですけれども、一、うん、つ目の記事、牛久第二小学校、こちらね、写真を早速ご紹介したいと思います、じゃ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 ん、何やったのかな、はい、おこちらですね、おなんとイバキラ TV の取材がありましたと先越されましたね、本当だね、はい、牛久二小は、バヌアツ共和国との国際交流、うん、国際交流を図っていますうん、うん、行っています、牛久二小の様子を紹介するためにイバキラ TV の取材がありました、バヌアツ共和国から届いたビデオを見ている様子や校舎の授業の様子、休み時間の外遊びの様子、校庭から見た校舎の様子などを取材していましたと、何の取材だったんですかね、ん、いやだから何の取材、あ逆にバヌアツ共和国の取材だったのかな、いや違うでしょ、2年生がバヌアツ共和国の人とかから届いたビデオを見てるのとか、そういう授業の様子とかを取材してそれを届けるの、ここに紹介するためにイバキラ TV の取材だったし、イバキラ TV って知ってますか、知ってます、おっバッチリですね、イバキラ TV 知ってるそうです、うん、やっぱね、はい、茨城県の誇る、そうです、イバキラ TV、 水戸の方では結構メジャーみたいですね、あーなるほど、水戸の方、いやでも県南の方でも結構ね、メジャーになってきてるということで、メジャーってわけだ、メジャーです、結構みんな見てるみたいです、なるほどなるほど、みんな見てるんですね、はい、お多分、じゃあね、この後のチャンミオマックスも、そうですね、見ていただきたいですね、はい、じゃあ次行きましょう、はいはい、向大小学校の記事でございます、うん、向大小学校は絵本の中からということなんですけども、うん、どんな内容なのでしょうか、こちらですね、じゃじゃん、はい、向大小学校、今日の献立は絵本お化けの天ぷらよりご飯鶏ささみの天ぷらリッチャーサラダすき焼き風に牛乳、猫ちゃんが食べていたお弁当の天ぷらを分けてもらったうさぎちゃん、あまりの美味しさにお小遣い全部つぎ込んで天ぷらを作ります。その香りに誘われてやってきたのはお化け。イラストが可愛くてほのぼのする絵本の中から給食がチョイスされたという、そんな話題なんですけれども。可愛いね。おかえりなさーい。おかえりなさい。そうなんですね。すごいね。こういうこの本知ってました？知ってます。え、お、すごい。本当ですか？本当に内容はちょっと覚えてないですけど、前に見たことあります、ね。お化けの天ぷら。お化けの天ぷら。うん、素敵だよ、あ、素敵ですか、素敵だぜ、ありがとうございます素敵な今日はゲストさんもね、こっちが素敵、おばけの天ぷらかっこいいねえ、ありがとうございます、じゃあ次に進みたいと思います、はい、ありがとうございます、じゃあ次ですね、うん、続いては神谷小学校の記事なんですけども、こちらご紹介していきましょうね、神谷小学校の記事はこちらです、うん、じゃじゃん、11月の14日にですね、感謝の集いを開催したということなんですけれども、こちら何かというと、うん、代表委員会、図書委員会、生活委員会が中心となり感謝の集いを行いました。日頃お世話になっている学校評議員さん、浅崎金さん、はい、おかえりなさい、いってらっしゃいですね、はい、農園ボランティアさん、グリーンボランティアさん、読み聞かせボランティアさん、防犯ボランティアさん、そして塚原建設さんたちを招待して実施されたそうですよ、これはですね、児童一人一人が感謝の気持ちを込めた手紙をプレゼントしたり、合唱ビリーブを全員で歌ったりして感謝の気持ちを伝えることができました。各ボランティアの皆様からも心のこもった言葉をいただくことができました。子どもたちには今日のこの感謝の気持ちを忘れることなく日々の生活を送っていってほしいと感じていますと、すごいいい記事じゃないですか、ね、素敵な、そんないっぱいね、ボランティアさんが、ね、手伝ってくれてるんだっていうのもね、すごいよね、やっぱね、こうやってね、小学校もね、こういろんな地域の方々に支えられて、こう子どもたちが伸び伸びと育っていくわけですよね、
ということです。ということです、まるで。でも、私たちが小学生の時、こんなのなかったですよね。いや、なかった。感謝を続けやったことない。ありました？ないかな。え、もともと牛久向こう大将です。あっ、いいですね。向こう大将です。岡田将です。奥の章です。みんなジモティですからね。はい、というわけでですね、そんな感じの神谷章の記事をご紹介しました。はい、あ、まあ、こういう感じでこうね、小中学校のことってあんまり触れてないから、うん、あれですよね。忘れたりするしね。でも先週もね、あったよね、その感謝の気持ちを込めて感謝を集いみたいな、違う小学校ありましたっけ？やつやつだ、うん、私ね、週に1回しかないからね。そっか、先週もなかった。でもなんかそれの他にもあと挨拶運動とかもやったりしてます。子供たちが、下根中の子供たちが岡田小に行って、挨拶運動をしたりとか。そうなんだ、中学生はそうとか。牛国中の子が奥野小に行って読み聞かせしてあげたりとか。意外にね、最近そういう交流が私たちになかったですよね。なかったですか。今新しいね、結構進んでってるんですよ。はい、ということでですね、続いてのニュースに行きましょう。続いては皆さん大注目です。何ですか？大相撲、九州場所でございます。はい、まあ、土つかずの両横綱を星一つの差で追う我らが稀勢の里関でございますけれども、本日豊ノ島との対戦となりました。その結果はですね、なんと押し出しで稀勢の里勝利です。やはい、おめでとうございます。嬉しいですね。やっぱね、こう頑張ってこう優勝していただかんとね、うん、そうですね、いかんですね。もう優勝すればね、盛り上がりますから ね、うん、頑張れ牛久のヒーローって書いてあるから ね、牛久のヒーローですよ、うん、本日大勝利って書いてある。勝った時はすぐね、うん、S カードで分かりますから、ね、分かりますから、はい、まあ、そんなこんなでですね、稀勢の里で今日も勝ちましたという、そんな牛スポでございました。はい、続いて気になる明日のお天気、牛天でございます。はい、11月16日土曜日、気になる牛久の明日のお天気は、はい、どうなんでしょうか。一日中晴れでございます。はい、ちなみにですね、いいですね、今日雨だったですかね、うん、最低気温が5度、最高気温が15度となっております。あ、厳しいな。でもちょっとね、寒い、最近寒くなったんでね、うん、突然ね、寒くなった、寒いので、うん、風邪しないように。疲れてる？大丈夫？口がね、回ってないね。相変わらず回らないんですね。すみません。口×になってます。ちょっと黙っておきます。大丈夫です。喋ってください、面試会。はい、ということで、以上、はい、牛乳をお届けしました。はい、やったー、飛んでっちゃった。飛んでっちゃった。はい、ではですね、はい、一旦 CM でございます。VTR どうぞ。CM 流したい方はこちらですね、チャミオの連絡先、チャミオアットマークチャミオドット TV までぜひぜひご連絡お待ちしております。そんなこんなしてるうちに、チャミオの隣にじゃん、はい、あ、告知にやってきましたのが、おなじみ折り紙といったらのタカちゃんでございます。タカちゃん来た。タカちゃんよ、こんばんは。こんばんは、おかえりなさい。今日は一体どんなまたイベントがあるのでございますか？先週、はい、告知しましたが、はい、11月16日明日の土曜日、はいはい、10時から15時まで、はいはい、土浦のうらら5階の県南障害学習センターで、はい、エンジョイホリデーという、子どもたちを対象にしたイベントがあります。エンジョイなホリデーなんですね。もうすぐですね。いろいろな
企画があります、うん、はい、たかじマイク組んでマイクこっちで大丈夫、マイクしても大丈夫、マイクで大丈夫。その中で担当するのは、はい、僕は昔の遊びを、懐かしい遊びを担当します。昔の懐かしい遊びといったら何ですか。あ、おはじきとかお手玉、あとカルタとかを やる予定です。じゃあ皆さん、ぜひぜひこのチャンミオ TV を見てる皆さん、エンジョイホリデーにホリデーしに行きましょう。はい、ね、明日ですね、他にもいろんなイベントがありますので、ぜひ来てください。こちらのホームページか何か載ってますか。ホームページありますね、うん、じゃあですね、こちらはですね、茨城県南障害学習センターでですね、ホームページございますので、詳しいイベントの内容はそちらでチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、あと続いて、はい、11月の17日、はい、日曜日、家族の日ですね。そうですね、うん、筑波の竹園公園で10時から13時までワクワク祭りがあります。ワクワク祭り、その中でも僕は折り紙をやろうと思っています。もう折り紙と言ったらもう高ちゃんですね。バッチリ高ちゃんですね、まあ、10時から13時までやる予定なのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チラシにはないんですが、あと11月の23日土曜日、うん、これは牛久になります。お、牛久の、ね、うん、緑の第一児童公園で、はい、12時から午後の3時まで、うんうん、あのやんちゃ天国があります。やんちゃの天国ですか、うんうん、今度はワクワクしたりやんちゃになったりいろいろありますね、うんうん、その中でも折り紙とかおはじきとかやろうと思っています。はい、まあ、向こう大の学区内なんですが、うん、向こう大です。向こう大、まあ、同じです、向こう大です、僕も向こう大です。あ、そうですね、向こう同じ小学校、向こう大つながりじゃないですか、ね、うん、はい、というね、向こう大小の学区の、うん、向こう大小じゃなくてもぜひ来てください。はい、ぜひぜひよろしくお願いしま す, ますということで、今回もスペシャル告知ゲストということで、はい、タカちゃんに登場していただきました。お馴染みとなってきました、ね、高台小学校以外の地区の方でも参加できます。はい、皆さんどしどしご参加くださいということで、よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, します。はい、ありがとうございました。タカちゃんでした。はい、ではでは、いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、はい、ということでですね、今ね、11月の23日という話題が出たので、うん、一旦この VTR 見ていただいてもいいですか。 VTR ど、どうも、おらい、あたらお隠しだよ。机の足持ってるかな。揺れが収まるまでそのままじっと頭を隠してください。揺れが収まりました。机の下から外に出て教室内の物の落ちないようになっているか点検してください。はい、頭ぶつけないようにゆっくり出てきましょう。最後おしゃべりしちゃったら、あとはお口ってなってよかったね。さあ、今何て言いましたか。物が落ちてこないかな、確かめてください。どうかな、落ちて。以上で点検を終わります。もし、落ちるような状態のものは、これは、直していただきたいと思います。今日はこれで訓練を終了します。この訓練をです、お家の方に帰られたら、お家のお母さん、お父さん、兄弟の方にお話しして、23日にシークランド訓練はこのようにやるというのをお伝えできれば幸いです。本日はどうもありがとうございました。以上で終わります。はい、ということです。はい、というわけでですね、今、うん、子供たちが机の下にガガガガガッと隠
れたりするようなそんな映像を見ていただきましたけども、ここでですね、牛久市総合防災訓練の、実施のお知らせがございます、牛久市ではですね、牛久市民の方を対象にいたしまして11月の23日の土曜日午前8時から、大規模広域大地震が発生した場合を想定した初めての牛久市の、総合防災訓練というのを行います。はい、この訓練、安心してずっと住みたい街づくりというのをスローガンにして実施してます、なのでですね、8時から8時10分の間に全市民の方に参加していただく訓練がございます。全市民、はい、すごい。シェイクアウト訓練というんですけれども、これはですね、この訓練では1、姿勢を低くする、子どもたちがやってました。2、頭や体を守る。3、揺れが収まるまでじっとするの3つをですね、地震から身を守る安全行動というふうにしていただきますので、皆さんぜひぜひね、これ防災行政無線だったりとか、あとエリアメールなんていうので合図がありますので、皆さんね、机の下に身を隠してください。で、このね、訓練というのは皆さん一斉に自らの身の安全を図る行動を行っていただきまして、自宅だったりオフィスなどで防災対策を確認するきっかけとしても、そんな目標していただくことも目標にしてますので、その後にテレビだったり冷蔵頭を隠して、よろしくお願いします。はい、ということで、続いてのコーナー、お待たせしました。はい、気になる。だいぶね、こう45分からこう今までこうかかっちゃいましたけど、ようやく出番でございます。出番ですか、だいぶ出ちゃいましたけど。いや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 、もう、ブリアントコーンにだいぶ食いついちゃいましたもん。がぜんもうニュースの時点でね、食いついて、ちょっと前に前乗りになってちょっと聞いちゃうかな。はい、ということで、まあ、本日の牛久のね、活発タイム。おはい、よはい、そして本日ゲストで登場していただきますのは、牛久市の商工会で青年部で、しかも部長を務められている、あってますよね、坂田ストアの伊藤さん、伊藤です。伊藤たけしさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、もう十分話しちゃったから疲れてませんか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？いろいろとまた質問をしていきたいと思うんですけれども、はい、早速、まあ、今日、ね、いくつかも事前に取材も、あの、活発化の方がしていただいたり、やんやしてたと思うんですけど、ちょっといくつか、ね、質問をしたいと思います、はい、まず一つ目の質問でございます、はい、この坂田ストアさん、どこにいつぐらいにお店を出されたのかっていうの、いつぐらいからお店があるのかっていうのを教えてください、うん、いつぐらい、うちの祖父、おじいちゃんが食べたんですけど、はい、いつぐらいですかね、相当前です。相当前、相当前です。江戸時代ぐらいですか？そんな前じゃない。それもすごいけど江戸時代だったね、ちょっとね、多分もう50年ぐらいになりますよね。お、私がちっちゃい頃には絶対あったもん。ありましたね。ありました、はい、ありました。霞ができる前からあります。お、うん、霞よりも先に、先にありました、坂田ストアでございます。古いです。そうです、はい、古いです。歴史のある坂田ストアさんなんですけれども、はい、場所っていうのはどちらにございますか？場所は、表現しがたい。ぶどう園通りって。ぶどう園通り。書いてあります。はい、書いてあります。まあ、中央三丁目なんですけど、はい、はい、に出ております。そうです。牛久シャトーさんの通りにあります。はい。ぶどう園通り。市民は結構知ってるよね、やっぱね、うん、前からね。知ってますかね。おなじみでございます。おなじみでございます。ありがとうございます。もうね。大丈夫？面識頑張れ、頑張れ。写真を出したいんですよ ね、 ね、写真がねありすぎてね。そう、こちらからですね、こちらです。じゃじゃん、じゃじゃん、お店、はい、夜ですね。そうですね、はい、若干夜でございますけれども、こちらがですね、皆さん、牛久市民おなじみの坂田ストアでございます。
いいですね。いいですね。ポイントはこの、うん、アーの棒が伸びてるっていう。なるほど。ストア。ストア。あ、ストア。あ、じゃあこれちょっと手持ちの資料はストア。ストア。ストア。アーです。アーですね。伸びます。あ、どうでもいいですか。いやいや重要ですか。今度坂田ストアって言ってる人がいたら注意しなきゃいけないね。伸ばして伸ばして。伸ばして伸ばして。じゃあですね、もうちょっといきますよ。はい。なんとお店の前で店頭にて野菜販売するほか、はい、大型販売店や飲食店等への販売も進めておりますって書いてありますよ。飲食店等、本当豚、本当本当本当、これは見せられません。飲食店等、ちょっと松永さん情報ですねそれ。いやいや、あの、うん、今は、うん、まあ、飲食店さんとか、うん、あとは学校給食さんとかですね、うん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 、あと路上さんとかの、うんうん、配送がメインになってます。あ、まあ、野菜とか乾物などなど、配送がメイン、配送がメインになってます。そうなんですね。はい、牛久はもうスーパー激戦区なんで、うん、確かに。いや最近いろんなのできましたね、うん、もうベニマルもあるし、うん、ストッカー、カスミ、コープ、うん、トライアル、うん、ね、いろいろありますので、うん、非常に厳しいです。非常に厳しい中、はい、我らが坂田ストア、あーは頑張ってます。あーは頑張ってます。どこよりも、うん、どこよりも。シャッターが印象的ですよね。シャッター。シャッターで絵描いてなかったですっけ。シャッター出してもいいですか。シャッター描いてないです。あ、描いてなかった。あれ違う。あの奥に。シャッターじゃないの。絵が奥にあるね。絵が。その絵がすごい。絵ありますか。見えないかな。あ、これかな。あ、壁のところ。これに。ちょっと。あ、ちっちゃいですね。壁だ。はい。すごい、なんかすごい印象的だなと思って。ちょびっと絵が。誰が描いたんですか。え？絵を。そんな記憶に残らないぐらい前に書いてある。プロが、あ、プロの方が書かれる、ね、伊藤さんが書いたわけじゃないです。わけじゃないです、ね、ということで、はい、小学生ぐらいで書いたんですからね、やっぱね。古いですね。古いですから、はい、じゃあちょっと、うん、じゃあお店の中も気になりますね、はい、ちょっとお写真を、いいですか、ご紹介しても。やだ、ダメです。はい、出てきました。お店の中に、なんとやっぱりもう野菜が盛りだくさんでございます。ちょっとあんまりないんですけど、お店はあんまりちょっと基地なんで、基地、なるほど、基地なんで、なるほど。一応まあ外に出るのが今配送がメインですからね。配送がメインですが、はい、基地もちょっとご紹介したいと思います。基地内もね。基地内もご紹介しつつ、まあ、こんな、もう今ね、基地と言いましたけれども、基地で武装してね、武装して構えてる人がいるんですよ。武装、こっちですか、じゃん。あら、来た。本当だ、武装しますね。2本大根、大根マンですね。大根で武装してる。なるほど。やっぱね、坂田ストアーですからね。基地は大根で。大根で。素晴らしい。攻めてくる敵を。やっつけちゃう。大根でちゃう。そういうお店で、よろしいですか。違います。違います。意味が分からなくなっちゃうね、だんだんね。いや、配送がメインですよ。野菜で戦うお店ではございません。ございません。ないですね。配送がメインのお店。ただ来ちゃったら困るからね、やめとこう。はい。そうですね。そうですね。はい、続いてのお写真も、もうちょっとご紹介してもいいですか。はい。そんな坂田ストアーさんでございますけれども、はい、なんとですね、じゃ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 ん、こんな舞台にも立たれることがあると。ありますね。こちらはちなみにどんな舞台でございますか。これはですね、先日の11月3日に行われました、牛久ワイワイ祭り。味のにぎわい、うん、町の違う、なんとかワイワイ祭り、ワイワイ祭りの、うん、はい、我々青年部の方で、はい、この大抽選会っていうのをですね、うん、やらせていただいてるんですけども、今、ね、乗ってます。後ろにいっぱい協賛さんいっぱい、そうです。これは地元でですね、はい、頑張っていらっしゃる事業所の皆様から協賛品をいただいて、うん、それを商品に大抽選会で、うん、大抽選会で当てて持って帰ってもらう、めちゃめちゃ並ぶっていう、素晴らしい伝説の、伝説のありますね。それで、はい、大イベントで、はい、マイクパフォーマンスすごいすごい、まあ、これ挨拶ですね。実行委員長挨拶です。実行委員長を務めていたと。そうです。なるほど、すごい人ですよ、うん、大根で敵と戦ってるかと思いきや、そうなんです。マイクを持って、マイクを持ってマイクパフォーマンスする、 すごい、さすが部長という、やっぱね、そう、はい、商工会のね、部長さんですからね、私最初ちゃんとご紹介したかな。大丈夫、大丈夫ですね。大丈夫、商工会の部長さんですから、ね、はい、すごい方なんですよ。いえいえいえ、すごい方なんです、はい、でですね、こう商工会の青年部さん、うん、はい、なんか今すごいいろんな活動をされていると、うん、そうですね、いうふうにお伺いしたんですけれども、はい、その活動の一つが、見せちゃいますか。見せちゃダメですか。あ、大丈夫です。ちょっとみんなの了承を得てないですけど、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、
じゃあこれから行きますか。行きましょう。こちらです、はい、じゃじゃん来ました。なんだこれは。これは何でしょうか。まあ、見るからにあの一つにしか見えない。何に見える。ピザ。ピザじゃない。じゃない。これピザじゃないですよ。じゃない。何何これは、うん、カッピーザ。カッピーザ。あ、ピザじゃない。ピザじゃない。ピザとはね。なるほどね。うん、全然違う。一線を隠す。はい、なるほどね。一線を隠す。隠す。普通のピザです。ピザですね。これ一体何ピザなんですか。カッピーザって何の、何のピザなんですか。これはですね、あの我々青年部の方が、はい、食による町おこしということで、うんうん、牛久シャトーが、はい、シャトーさんが牛久で有名ですね、うんうんうん、でワインがあって、うんうん、ワインといえばピザ、ワインといえばピザ、うんうんうん、ということで、うん、このご当地ピザをですね、はい、作っておりまして、生地には、うん、カッパをイメージした緑の、うん、ね、ちょっとそう、私ね、一応ダメ、いやいや、いいですよ、いいですよ、気になったんですよ、ちょっと緑の、ね、緑なのは、うん、ほうれん草のピューレを、うんうんうん、あー、なるほど。混ぜてカッパをイメージしてるっていう素晴らしいピザです。あ、そうですよね、キュウリってことないですよね。そうです。あれ、モロヘイヤでしたっけ。ほうれん草。ほうれん草、人の話聞いてないでしょ。ボケてます。ちょっと今日ボケてます、すいません、はい、ほうれん草です。ほうれん草で、はい、緑のカッパをイメージしたカッピーザ、うんうん、他にこれ上に乗ってるのは何なんですか、うん、カッパをイメージした食材。これは上はまあ普通なんですけど、まあ、普通のチーズと、はい、あとは、ごめんなさい、忘れちゃった。大丈夫、なんだっけ、まあ、お肉、お肉があるんですよ、なんとかっていう、おしゃれな名前の、おしゃれな名前の、なんだろう、忘れちゃった。なので、スパンとかかな。スパンじゃない。おしゃれじゃないよね、スパンじゃない。はあ、あるんです。でもカッピーザって、はい、あの今までにもいろんなところで目にしてたカッピーザがあるんですけど、そのカッピーザと全然違うなと思うんですけど。そうですね、今回リニューアルしまして、うん、もうニューカッピーザとして、より美味しくなりました。じゃあ全然じゃあ味違うんですね、うん、味はすごく美味しいです。食べてみたい。半端じゃないのか、うんうん、石窯の写真とかあります。石窯で焼いてるんです。それかな。じゃじゃん、これが石窯で、石窯、はい、その場で、あ、本当だ、焼くんです。すごい。もう出来たてを皆様に。出来たてがこうやってダダンと出てくるわけですね。そうです、これです。はぁ、間違いないですね。で、このピザを食べれたのが11月の3日の、3日の先ほどのワヤ祭り。なるほど、なるほど。で、リニューアルして、うんうん、うん、初めての登場という。なるほどね、初めてだけあって、じゃじゃん、じゃじゃん、来ました、カッピザガール。カッピザガール、すごい。これ我々青年部員の、はい、佐藤かなちゃんですね。はあ、なるほど、かなちゃんが、もう看板娘です。看板娘ですね。完全に同化しますからね。完全に同化します。カッピザと言ったらもう、まあ、かなさんという感じで、いいですね、この手のヒュッとした感じとか、いい、ね、髪の毛のヒュッとした感じとか、すごいおしゃれ、おしゃれですよね。カッパっぽい。カッピーザ意識して、そうです、ね、相手のこのカッパ、これは常にです。常に意識してるもんね、うん、ちょっと出てほしいです ね、うん、ね、ぜひ、はい、読んであげてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、まだまだお写真ございますよ、うん、こちらのお写真、じゃ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 ん、ほい、あ、お、これは大輔さんですね。大ちゃんですね、うん、看板。そうですね、まあ、うちの方は委員会が3つありまして、はい、チームが、うん、の町づくり、チーム町づくりのリーダーが池上大輔くん、はい、で、そこで、まあ、カッピーザをやってますんで、彼が今非常に頑張ってますんで。なるほどね、カッピーザと言ったら大ちゃん、大ちゃん、かなちゃんかみたいな、かなちゃんか、大ちゃんかという感じでございます、ね、かなちゃんだみたいな、かなちゃんですね。負けちゃった、負けちゃった。ちなみになんかさっき見たら、はい、なんかこうね、ピザの、うん、お店の名前みたいなのがここに書いてあるんですけど、あ、これはですね、うん、まあ、そのカッピーザ作るにあたりまして、うんうんうん、味の方ですね、うんうん、協力していただいたんです。うん、あ、今までは青年部の皆さんが、そうなんです、ど素人の商工会館でみんなでこう、そうなんです、オーブンでこう、で料理もやったことない連中が作ってたんで、あ、まあ、それなりだったんですけど、うん、今回プロのですね、もうピザ屋さんに協力していただいて、これはなので、絶対美味しいですね。超美味しいです。超食べたい、食べたい、間違いないです。あーら、はい、これは、あ、思い出しました、上に乗ってたお肉、サルシッチャ。サルシッチャ、聞いたことない。サルシッチャ、それ何の肉ですかね。それは分かりません。
楽しい、はい、じゃあ、ぜひ検索して、はい、見つけた方は連絡してください、はい、お願いします、コメントください。サルシッチャ、ね、サルシッチャが載ってます。サルシッチャってなんだろう、はい、でも美味しそうですね、はい、あ、なんかいろいろコメント来てました。あ、本当だ、かずちゃん、あ、違うね、中島さん、緊張気味じゃね、笑い。そうですね、この前ちょっと一回しくじってますね。いやいや、そんなことないですよね、はい、そして聞こえた聞こえない、何が聞こえなかった。すいません、さっき防災訓練のあたりでヘッドホンを外した隙にあのミキサーの電源が落ちてました。あ、あ、なるほど。あ、じゃあニュース読めてなかったんですかね。防災訓練でね。あら、福士さんの、まあ、すいませんでした、まあまあね、すいません、ね、うん、そんなこともあります。そんなこともあります、はい、そんなこともあります、生ですから、はい、まあ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 、はい、じゃあですね、うん、今ね、カッピーザについていろいろ聞いたところで、うん、またこうお仕事に戻ってしまいます。いいですか。はい、どうぞ。平日、はい、朝は何時から仕事をしているんですか。朝、まあ、大体5時か5時半ぐらいに起きて仕入れに行きますんで、うんうん、はい、お野菜を仕入れに。そうです。どこまで行くんですか。あの土浦の音沼って分かります。音沼公園、あそこの横に、はい、あの土浦公設市場がありますんで、うんうんうん、そこで仕入れをしてます。なるほど。で仕入れて、はい、でその食材を持って持ってあのお店に帰ってきて、はい、いろんなこう分けて、基地から配送するんですね。基地から配送に。え、その仕入れするのをじゃあ伊藤さんが、はい、目利き人となって。そうです。もうより新鮮で安いものを毎日。すごい、毎日。はい、サルシッチャは仕入れてません。サルシッチャは仕入れませんが、ね、はい、うん、武器となる大根だったり、ね、大根とかですね。伊藤ソルジャーたけし。そうですね。ちょっとよくわかんない。最近あのミドルネームをつけて、そうそう、先々週の放送見てると分かるかな。マイブーム、はい、マイブームです。入江さんのおかげでそういう感じだった。入江シューフィッター秀夫、そうそうそう、名前したんで、名前がついていて。なるほど。でもソルジャーは完全に間違ってるね。戦わないです。戦わないです、ね、戦わないです、ね、あ、分かった。ん、伊藤ストア。あ、ダメです、伊藤ストアさん前にあったんで。あ、ダメでした。じゃあちょっとあの、はい、もうちょっとそちら要検討ということで、はい、考えてます。でもまあ朝から晩まで、うん、仕事をされているというふうにお伺いしてるんですけども、はい、夜は、はい、もう結構遅いんですか。まあそうでもないです。あ、そうでもない。まあ7時ぐらいには。でも、ちゃちゃっと。でもその後に青年部の仕事が、はい、そうです。頑張ってます。結構あの最近至る所に行ってません。至る所に。そうですね。そうですね。はい、商工会にいろんな人が入りましたみたいなのを見るんですけど、部員勧誘。はい。それに走り回ってる。もう頑張ってます。あ、なるほど。大変、そっちも。はい。だってお仕事終わった後にってことですか。そうですね、合間とか。部長って、商工会の部長って何してるんですか。だからその何を、どんなことやってるんですか。何を、うん、だから勧誘で大変ですよね。何を、うん、どんな仕事してるんですか。部をまとめてます。あ、みんなが結束して一致団結するように。そうですね、団結して、うん、牛子を盛り上げようと。じゃあ牛久愛が人一倍強いという。強いです。牛久大好きです。よろ牛久です。よろ牛久でございます、はい。いいですね。だってもう本当時間を作って青年部の同士、うん、その他今日昨日友人同好会の方々と将来について議論、意見交換しながら、会食だったり懇親会を大切にしながら、お酒も少したしなみますというふうに。多少ですね。あ、そうなんですね。多少。多少なんですね。すごいな。いやでも飲めない。飲めないんですか。あんま飲めないですね。あ、そうですね。見えないですね。そうですか。すげえ酒豪っぽい。いや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 、飲めないです。伊藤酒豪たけし。そういうもん、飲めないって言ってる。飲めない。何でも飲めますけど。飲めないんですか。飲めないです。なるほど。本当ですか。はい。最近ちょっと飲んで、そうするとやっぱりみんなのこの中にちょっと入れてるかなみたいな、ちょっと嬉しいので。でも部長自らそんな努力を。やっぱりちょっとシラフだとどうしてもなんか、そうですよね、いまいちこう弾けれない部分があちょびっと飲んで。なるほどなるほど、なるほどね。頑張ってます。頑張ってます、はい。でも本当ね、大活躍で、だおみこしの時とかも、あ、そうですね、超かっこいいですよね。ありがとうございます。あのね、初めてちゃんと見たのおみこしの時だったんですけど、もう目がね、違う、本気本気。いや、そうですよね、マジです。あれって、あのおみこし担ぐために練習とかってする、はい、そうです、みこしも、うん、練習します。頭の練習もするんですか。もします。みんなが集まって、みんなで、今までにそういうみこし経験とかないです。なるほど。やっぱ青年部入って、その青年部のしょこみこしがあって、それでみこしって素晴らしいなと。いや、
楽しいですね。盛り上がるよね。みこしね、ラジコもやった方がいい。マジで。あれはもう非日常ですから。なるほど、やりますよ。もうちょっとすごいハイテンションで。でしかもみんなで一緒に稼いで、ね、あれアドレナリンがすごいですよね。すごいですよね。あれね、みんなぜひやった方がいい。ぜひお待ちします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にお願いします。お願いしますって感じでですね。今あっという間にもう残り5分、ね、5分になっちゃって、ちょっと、はい、もうちょっと。もうちょっと聞きたいことあるんですけど、いいですか、はい、私全然聞いてないかも、ブリアントビルシクについてとか。そうだよね、ニュースね、触れたいきり大切じゃないそこ、うん、キンキンですからね、キンキンですから、キンキンですからね。ブリアントビルシクについてのちょっと、うん、あの意気込みなんていうのを教えていただけると、はい、そうですね、うん、ぜひブリアントビル始まって、うん、以来の初の、うん、マチコンということ、牛久初ですね、うん、マチコンになってますんで、うん、ちょっとね、口下手で、うん、女性の方と縁がないとか、うんうん、そういう人たちにもなんかちょっとあれですか、ぜひ勇気を出して参加してください、うんうんうん、チャンス、チャンスです、チャンスです。これあれですか、一人で寂しいかな、寂しいなって人のフォローとかもしてくれるんですかね。私が一人で行ってもしも、もしも一応各店舗に私も実行員なんですけど、うん、あのスタッフがついてますんで、そこは頑張ります。なるほど、フォローします。よかった、2人で参加するからさ、あ、孤独はない、一人はなんない、そうそうそう、よく考えて、うん、大丈夫です、ね、やっぱ2人いれば、そうですよね、盛り上がりますんで、話が。なるほど、相手の方といろいろ喋っていただいて、うん、まず結婚してるのかどうなのか、うん、確認してもらってから、ぜひですね、いい方を見つけて、ね、出会いの場ですんで、うん、そうです、はい、今マチコン流行ってますんで、本当流行ってますよね、はい、今どこでもやってるぐらいの、ね、ついに牛久も、はい、でもそうです。でもなんで牛久でやろうと思ったんですか、うん、これはですね、うん、まあ、ブリアントビル実行委員会がありまして、うんうん、私も歴代の実行委員長だったんですけど、うん、今年はうちの副部長の山田が実行委員長になってまして、はい、マチコンやろうと、なるほど、出会いの場を作ろうということで、うんうん、始まりました。なるほど、いいですね、イルミネーションともに。山田様様ですね。いや、はい、あのね、牛久で出会いがあったことがない。褒めてなけなしでよくわかんないコメントで、正直正直だ。前ココスで 見かけたけど、はい、はい、ココスで何してましたっけ。女の子と喋ってたね。女子でしたね、残念でした、女子でした、残念。牛久に出会いをください、切実、はい、です、はい、よろしくお願いします。あとごめんなさい、さっきちょっと出てこなかったんですけど、うんうん、ブリアントビルの実行委員会は、うん、ブドウエンドリ商店会さんと西口商店会さん、はいはいはい、あと我々まあ青年部とか、うん、あの芸術家の方々とかもですね、いろいろ参加していただいてやってますんで、そうなんですね、本当にみんながじゃあ一つになっても盛り上げてるイベントということですね、はい、そうです、ファンも参加したよ、いろいろ、あ、終わっちゃった、音楽が流れたということですけれどもね、なるほど、いやでもまだ終わりませんけどね、サンパリです、最後のね、サンパリですか、でも皆さんぜひね、ブリアントコン、はい、参加しましょう、はい、牛久が熱いですよ、その日は詳しくは、ね、ウェブで、ウェブで、ウェブで、あ、どうだ、どうだろう、こっちかな、素敵なね、ホームページになんとね、うん、どんなんだろうって思う方にね、ちゃんと分かりやすく映像でね、はい、もう用意してます、そう、用意してありますので、します、はい、楽しそうな若者がね、うん、はい、楽しそうにしてる姿がありますのでね、うん、はい、よろしくお願いします、はい、そしてね、あれですよ、なんかお届き物が来ました、はい、今ね、差し入れが、我らが青年部員の、うん、妹生の富岡くんがですね、うん、今応援に駆けつけてくれました。美味しいですよ、大好き、美味しいんです、すごい美味しいですから、うん、大学院の本当にあのね、うん、いつの間に芋せんができたんだっていうぐらい、私はもう青天の霹靂、霹靂、難しいこと言った、そう、そうぐらいすごいびっくりして、でも本当に美味しいのでね、まだ食べ、芋せん知ってる、芋せん行ってね、芋せん知らーですね、いやもう若者はね、シャイですからね、ぜひ芋せん行っていただきたいと思う、美味しいのでね、よろしくお願いします、はい、はい、そして青年部の皆さんも頑張ってますからね、うん、はい、ぜひね、チャンミオ TV にも今後もぜひお付き合いいただければと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします。どうでした、2回目、2回目ですね、登場、そうです、どうでした、今回はお一人での参戦となりましたが、バッチリです、バッチリ、はい、グーですね、いいですね、グーでございます、バッチリです、いやなんかね、あのね、前の方が緊張しましたよね、そうですね、ちょっとこういうのやったことなかったんで、うん、どんなもんなのか、でももう、もうあれですよ、一人で番組を回してくれそうな感じなので、いやいやいや私、座高が高いんでしょうか、いや、そんなことない、顔が切れてますけど、いや身長がないんですね、そうですね、はい、私たち一応女子なんでね、はい、女子なので、あれです、あと姿勢が悪いんですね、私はね、私も猫背だから、
まあでもそんなこんなで、はい、もう本当にイベント盛りだくさんです。頑張ってます。うん、本当に青年部の皆さん頑張ってますのでね、うん、皆さん今後とも頑張ってください。よろしくお願いします。チャミュー TV もよろしくお願いします。はい、そして私に出会いを自分次第よろしくお願いします。それは自分次第です。自分次第ということでございます。はいはい、ね、頑張ります。頑張ろう。はい、ね。でもできたら報告します。ええ、ぜひあの彼氏とココスに。あ。彼氏とココスに行けるように頑張ります彼氏基地に、ね、行って報告してぜひ基地まず基地に来て、まずね、そうですね報告から、はい、どっちの先に行くかもしれないそしたらあの行きますよ鍋の食材買いにあいいですね彼氏と来ちゃったみたいなほとんどお店にいないですけどちょっと外出ちゃってるなるほど、ね、お忙しい、ね、お忙しい、はい、というわけで、はい、あっという間でございましたけど本日はね、うん、商工会の青年部の部長でもありますそして坂田ストアの、はい、伊藤さんに、はい、伊藤ストアたけしソルジャーソルジャーソルジャーまあソルジャーが一番ハマってるねじゃソルジャーでいいですかソルジャーでいいですかシューフィッター以上にちょっとしっくりこなかったシューフィッターは本物だからそうかえなんか野菜なんか目利き人みたいな目利き野菜目利き人長ミドルネーム長いわまあ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 というわけでねあっという間でございました皆さんね今週もお疲れ様でございました来週もね、あの月曜日からウキウキハッピーに頑張りましょうと、はい、でちなみにね、はい、今週の日曜日は家族の日です、はい、紹介すると言って紹介するの忘れたおまずい終わっちゃうなこれ紹介してもいいですか、うんはい、こればっかりはね、私紹介しないといけない気がするないないちょっと失礼失礼じゃあちょっとその間フリートークしててくださいまさかのうちの娘の誕生日ですおお日曜日何歳になるんですか4歳めでたい4歳おめでとうありがとうございますいいですそれも家族の日に家族の日にいいですねいいですねちょうど、はい、家族でね、はい、お祝いしてきますお祝いしてください、うん、じゃあ家族の日だけちょっとごめんなさい最後になっちゃいましたけど、うん、こちらね時間オーバーですが、うん、家族の日っていうのは子供と子育てを応援する社会の実現のためには、うん、子供を大切にし社会全体で子育てを支え個人の希望が叶えられるバランスの取れた総合的な子育て支援を推進していく必要がありますとでそこで内閣府において平成19年度から11月の第3日曜日は家族の日としてさらにその前後1週間を家族の習慣と定めこの期間を中心として生命を時代次の代に伝え育てていく育んでいくことや子育てを支える家族と地域の大切さが国民一人一人に再認識されるように呼びかけているというねそんな家族の日というのを私は勝手に応援しているのでございますなのでよく言えたはい頑張って読みましたなので、ね、皆さんもね牛久一つの大きな家族ですから、うん、はいそうですねみんなで仲良く家族作っていきましょうということで、はい、今週も皆さんありがとうございましたまた来週もよろしくお願いします最後スポンサーさんのご紹介して終わりますチャオーチャオ牛久市神谷にございます旬の台所レンコン屋さん龍ヶ崎市松ヶ丘にございます旬の台所シャンシャンタツさんカッパのキューちゃんでおなじみ牛久市観光協会さん